はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。今回はですね、マフラーの水抜き方法をお伝えしていきたいと思います。先日ですね、ノーマルマフラーから STI のパフォーマンスマフラーに交換しました。でその際ですね、まあ、ノーマルマフラーを持って帰るわけなんですけれども、車から降ろした時、マフラーの中からトップン、トップン、トップンとね、水が入っている音がしたんですよ。おやおやと、C 型フォレスターの時、ノーマルマフラーから STI パフォーマンスマフラーに交換した際、その水の音っていうのは聞こえませんでした。なんですけれども今回は水が溜まっていたという形になるんですが、この水が溜まっているっていうのは決して故障でもなくて普通なんですよ。普通のことなんですけれども、この水を抜く作業がめちゃくちゃ大変だったんです。はじめね、マフラーを持って頑張ってね、って振って、いやなかなか出てこない、いやなかなか出てこない、いやこれは絶対抜けないよねって思っていたんですよ。しかもマフラーの振りすぎで腕筋肉痛になるみたいなね、そんなことがあって、いや参ったな、まあ、このまま保管しちゃっても大丈夫だと思うけれども、この先しばらく使わないので、このマフラーに入っている水が原因でね、マフラーが腐食しちゃったら嫌だなと思って、どうしても抜きたいなって思っていたんですよね。でとあることを試しました。それは、天日干しです。天日干しです。まあいろいろね、マフラーの水抜き方法って調べるといろいろ出てくるんですけれども、もうね、天日干しが一番簡単で、一番労力を使わないっていう感じ。ただし、雨が降っちゃうと、ちょっとあまり良くないと思うので、雨の降らない習慣を狙って、ずっと外に置いておくと。そうすると、水は蒸発して自然となくなります。今回はですね、私は4日目ですね、確か4日目で振っても音がしなくなったという感じになりました。まあ1週間ぐらい外にずっと置いておけばね、蒸発して綺麗に水は抜けると思いますので、例えばノーマルマフラーから社外品のマフラーであったり、ノーマルマフラーから STI パフォーマンスマフラーに交換した時のそのノーマルマフラーの保管ですよね、保管する際、水がちょっと気になる方はそれをやっていただければなと思います。で一番いいのは交換前にもうマフラーの水を抜いちゃうっていうことらしいです。マフラー交換前にちょっと高回転でエンジン回してあげて、マフラーに溜まっている水をもう出してあげる、出してから交換作業すると、そういった天日干しっていう手間もなくなるので、まあそれが一番良いかと思うんですけれども、まあそれでね、抜ききれない場合もなんかあるらしいので、例えばそうやって、抜く作業を忘れてしまったりとか、抜ききれないっていうことがあったら、もう外にね、天日干ししておくのが一番だと思いますので、ぜひお試しいただければなと思います。今回の動画は短くなりましたけれども、マフラーの水抜き方法をご紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。